日米防衛電話会談盛り上がり予定を大幅超過本日、岸防衛大臣がアメリカのエスパー国防長官と初めて電話会談を行いイージスアシャーや中国や北朝鮮情勢辺野古移設などについて議論を行いました岸防衛大臣はツイッターにて朝7時からの予定を大幅に超過して後半にわたって 有意意義な意見交換をすることができた日米同盟強化のため、エスパー国防長官とも良い関係を築いていきたいと表明されておられますが、こういった大臣のスケジュールは分単位で決められており、予定を大幅に超過しても続けられておりますので、相当内容のある議論になっていたんじゃないかと思われます。 現状、日本においては、中国や北朝鮮の脅威が日に日に高まっており、アメリカだけではなく、さらに多くの国々と協力しなければ、国民の平和と安全を守り抜くことが難しい事態になりつつありますので、岸防衛大臣には、今後も 多くの国々と協力をし、国民の、日本の、また、世界の平和を守ることができるように、可能な限りの努力を続けていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。